秋山です。僕らの動画は15分しか撮れないんで、途中で切れてしまったのはまあそのせいなんで、もうこっから最初の動画の続きです。見ていってください。あんた、自分がオーディションに受かることが可愛くないからって私に嫉妬してるんでしょ。もう途中から喋ってないんだけどな、最初の動画って。意味がわからないわね。意味がわからないわね。おっと、海ちゃんかな。海ちゃんは全てにないですよ。マリちゃんやな。ごめん、間違えた。言っちゃうよね、なんか。ごめん。俺が悪かった。嫉妬も何も、アイドルなど興味がないと言っている。こいつらあれやわ。今は集中しよう。そもそも、私のアイドルは、誰もラブライブの話してるわ、みたいな。どうせこのクソ猫のことだってもったいないことしたとか思ってるくせに。うわあ、もったいないことした。あなたこそキモいの極地でしょう。いつまでも先輩につきまとって、その上せっかくできた彼女と別れさせたのはどこのどなたかしら。つきまとってなんかない。あんたらが勝手に別れただけで。人のせいにする、まるで若手の安いアイドルのよう。ビッチはビッチらしく週刊誌に寄せられて、黒猫の方が年上なのか。せやで、大丈夫か。俺なんかアニメ一期しか見てないけど、なんか俺の方が詳しいんじゃない実は。あれ、一応二期まで全部見てんのかな。あれ、それも面白そう。え、そうなのかな。そうだよ。しかも俺一期の最後まですら見てないから。新たな世界を見れるのよ。なんかな。うん、途中で体力尽きたわ。ちょっと待て。まあ、何せ俺の助手あれやもんな。アニメ2クールとかなったらもう無理やもんな。無理、見れん。ひどい。頑張ってワンクールか。ワンクールも見えん。なんか、6話ぐらいで終わる時がある。最後まで見ろよ。難しい。難しいかな。難しい。確かに。じゃない。そう。でも彼女出てきて。さて、そろそろ話を戻してもよろしいですか。そろそろ選択肢が出てくるよ。何の話だっけ。京介氏はどちらのアイドルになった姿を見たいかということでござるよ。まあまあ、細かいことはお気になさるな。気にしろよ。インスピレーションでズバッとお答えくだされ。どっちって。まあどっちでもないやな。どっちもないわ。お前らのやりとり見てればないと思うだろう。普通どういうことよ。私がアイドル目指さなくて誰が目指すっていうの。誰でも目指すよ。あなた誰でも目指さんよ。マジか。私はごめんよ、そういうタグよ。もうキリリン氏に黒猫氏、どちらにも魅力があると拙者は思うのですがね。これでゲームオーバー。疲れたまる。でもこの結構しな。どっちがアイドルに向いているか。おせ、え、待って。なんでどういう話になったの。そう、そっ流れが読めてない。そうなんじゃないっすかね。せやな。どういう話だよ。おかしくね、それ。アイドルといえばどう考えてもかなこじゃん。どの口が言ってるんだ。アイドルってなんだか分かってるの。分かってる、分かってる。直訳すると偶像だろ。かなこ舐めんな。楽に15年も生きてねえっつも。15年しか生きてねえんやな。
メールでええやん。そういや、お前ってもともとアイドル目指してるんだよな。アイドルじゃねえって、スーパーアイドルだっつうの。アイドルを超えるものって意味だな。まあ綾瀬と比べたら将来性も可愛さもどっちもかなこのが上だからさ。やだなあ、かなこったら。何を言ってるのかよくわからないな。こいつ怖い。怖いな、綾瀬怖いもんな。つか、かなこはともかく、綾瀬もアイドルになりたいのか。いえ、私は別に。アイドルなんて恥ずかしいだけじゃないですか。いつも素敵な衣装着てるとか、ファンレターたくさんもらえそうとか、別に羨ましくないですし。いや、羨ましいんじゃねえかよ、これ。それにあれですよ、大勢の人前で歌うとか、目みたいな夢すぎて、ちょっと…いえ、憧れとかそういうんじゃないですか。大勢の前で歌ってるけど、ちょっと歌詞忘れるっていうの。とにかく、嫌じゃん。ライブ中にな。そうなん、うん、中身の人は。中の人は、まあ、中の人で置いとこう、今は。うん、まあ、花子よりは、私の方が素晴らしいとは思ってますけど。そうだろうね。アホなんやったら、ワヤセファンに支えられるよ。まあ、マジでちょっと嫌、初見のアヤセの顔に騙されてるよ。ありえねえって。え、どうも。いい加減にしてよ、この子。何がありえないの。キリンとかと比べたらアヤセ多分ビッチやな。そもそもあなた、え、あ、まだオーディションとかそういう年齢じゃないでしょ。ビッチビッチ、アヤセビッチ。いや、さすがにそれは言い過ぎじゃん。すごい、綾瀬のファンから、ムイングクラブ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。お兄さんは黙っててください。これは私とかなこの問題ですから。じゃあなんで言うんだよ。黙ってていいならそうするけどさ。さりげなくディスられてるんですけど。早くこの女逮捕してくれねえかな、警察。何言ってるのよ。私、警察に突き出されるようなことなんてしてないってば。腹黒じゃねえかよ。マジか、本気で言ってんのかよ。ちょっと待ってよ。そんな言い方したら本当に私が変な人みたいに聞こえるじゃない。見たかよ、京介、この態度。人前だからって信じられねえ、この女。やめてよ、かなこったら。なんかやましいことあるのかよ。けゆう。ありません。ちょっとあっちで二人だ。目死んでるよ。てか目怖えよ。いや、なんか腹痛いんでトイレ行きたいんすけど。ダメ。電車に。ちょ、やばいってこの状況。どうにかしろよ、キョウスケ。このままじゃ間違いなくカナコ消されるって。何言ってんだよ、そんなわけねえだろ。そうだよ、バレなきゃ大丈夫だよ。よく腐った声が言ったそうです。大丈夫じゃねえ。本気で怒鳴らないでよ。冗談だってば、もう。冗談やで。冗談じゃねえよ。勘弁してくんね。マジでちぎりそうになったわ。お前の発言、スーパーアイドルとしてはどうかと思うぞ。てめえそこまで言うならはっきり答えろってんだよ。そうですよ、元はといえばお兄さんが悪いんです。悪くねえよ。ちゃんと答えないから。俺なのかよ。そうです、この際はっきりさせちゃってください。お兄さんは私とかなこどっちがアイドルに向いているって思うんですか。ほらな、かなこに決まっとるやろうが。かなこ、なんで聞いてんだよ。マジかよ、こいつ何にも分かってねえ。どうしてかなこなんです。俺としちゃコースつけがたいんだが、かなこって締めるとこ締める強さみてえなのがあるだろ。なんだかんだ言ってもこいつの場合しぶとく生き残るんじゃねえかって、そんな気がしたんだ。
最悪やろ。なるほど、そういうことですか。しかも納得するんかよ。最悪、もう納得してんの。ちょっと待て、しぶとくってどういう意味だ。ほらスーパーアイドルになるにはそれなりに苦労しろって意味だ。そりゃ少しくらい苦労するのは当然に決まってんの。おう、問題はその苦労ってやってる本人苦労しねえよね。終わるボタン押してるだけだ。ちょ、やめてあげて。はい。どう思ってんだったら。めっちゃ顔のいいけど。どういうことこれ。いや、そら、あいつらも寒いけん。部屋入ってくるよ。めっちゃ噛まれたんや。ゲームやいよだけど、数箇所噛まれたんやけど。俺のダメージやけん、安心して。ちょ、こんだけ喋るんだったらジュース食べるんだよ。喋ってないよ、思うほど。さあさあ、ちょっとぐらいカナコの良さがわかるからって調子乗んなよ。調子乗んなよ。ほら、こっちのセリフだ。え、うん。もうこれじゃダメだ。またオープニング入ったよ。エンディングちゃん、え、終わった。エンディング終わった。ごめん、どこら辺がハッピーエンドだったか俺に教えてくれる。だけどもうこれで2章かなこルート確定じゃない。やったー。でもなんか全力で育てるからね。うん、セットだね。ああ、おかしく。ちょっとやるマジ考えてるの。すごい、全然画面見に見て、これ見て理解してる。画面越しに、うん、なんていうんだろう、録画しよう画面を見て、さらにそこにカメラを置いて、さらにその画面越しに画面を見てってやっていったらどうなる？気持ち悪いだけやろ。もう誰も見るよね。何年前だよ。今2015年発売日は過ぎて微妙にびっくりやどうや。なんだよ、いきなり呼び出したかと思えば。マクロート入ったぜ。いいから読んでみろって。今日および大久保は本業務の迅速かつ円滑な推進を実現するため、本業何の契約の話だよ。訪問販売か悪徳商法に引っかかったんじゃ。まあまあまあ、ちょっといいとこもいい方だよ。どこだここ。時間が時間が、そろそろ締め、締めよ。締める締める。ガシャーン。もうやばいって。きれい、今だ、押すんだ、切っちゃえ、早くしろよ。じゃあな。